はい、キャプテンアスのバイブルトークです。えー、今日は1月3日。えー、3日 ?3 日だよね。3日。月曜日。えー、箱根駅,の駅伝の袋をやってるところですね。えー、今そんな時間ですけども。今日は詩編109編。えー、これも指揮者のためにダビデによる参加ということですけども、これあれですよね。あのー、いわゆるアンコンフォタブル詩編ということで、 私の賛美である神を沈黙しないでください。彼らは邪悪な口と欺きの口を私に向けて開き偽りの舌を持って私に語るからです。彼らは憎しみの言葉で私を取り囲みゆえもなく私に挑んできます。私の愛に変えて彼らは告発で応じます。私は祈るばかりです。彼らは善に変えて悪を愛に変えて憎しみを私に返しました。ということで敵がね自分に対していろいろ悪口言うだけでなくていろんなことをねこう嘘も言ったり憎しみを の言葉をかけててくるる敵です取り囲まれている、ね、で私は愛で返しているのに彼らは告発で応じます。だからこう、ね、こちらは本当に、ね、愛を持っているんです。で私は祈るばかりです。ねえー、愛に変えて憎しみを善に変えて悪を私に返しましたじゃあ何て祈るか。ね、それでも私はあ,なたあの人たちのことを許します愛しますって思いきや。 えー、6節どうか彼に対して悪しきものを使わし告発するものが彼の右に立つようにしてください」って「大丈夫なのこれ」っていうだ,だからアンコンフォダブル紙幣なんですね。ダビデが敵に対して敵を許しますじゃなくてあいつらやっちゃってくださいともう古典版にやっちゃってくださいと、ね、彼らが裁かれる時は有罪にしてくださいで彼らの祈りがもし祈ってもそれを罪と見なされるようにしてください彼らの日数は非数はわずかとなりその務めは他人が取り だからもう仕事も人に取られて子供は見直し仕事なり妻はやむをとなりますようにということでえさまよいながら物乞いをして荒れ果てた家を離れ施しを求め続けますようにってもう言いたい放題ですえもうその後いろいろねあの借金まみれになったりとかね次の世代には名前がね残らないようにとかもうとんでもないあのもうことを言うねえ地上から消してくださいみたいな感じでね言うんですけども。 これっていいのっていうねいやクリスチャン的にアウトじゃないですかっていう人もいるかもしれませんけどもこの紙片の中に紙片の中にこれがあることは本当に素晴らしいことだと思いますもちろんねこれここもあれですよブロックロジックで考えてくださいいやいやでも許しのが大事ですよねそれは許しは大事です大事ですそれはそれこれはこれですでも私たちはその正直にね自分の思い自分の 本音を神様には言っていいんですこれ大事なのは人に愚痴こぼしてんじゃなくて神様にこれ言ってることですね自分の傷自分の苦しみを言う権利が私たちにはあるんですで、それがダビデの強さの秘密と言ってもいいかもしれないダビデは自分は王様だしクリスチャンだし神様に愛されているものだからこんなこと言っちゃいけないなとかねあのこんなことするべきじゃないなとかねもっといい子でいようとかそういうのないんですよね もちろん王としてあの神,を愛する神に愛された者として、ね、敵のために祈り敵のために愛を返すんですけどもでもそれでもダメな時本当に自分の心の中がもうどうしようもない時に「神様もうやってられませんよ」と「もうあいつらやっちゃってくださいよ」ってことを言っていいんですよ。だって言ってるんだもん。えー、ただそれで終わらないのがこのダビデであり私変であり私たちの神様。 ここのようなことが私を告発する者たちへの主からのの報いでありますように私の魂に災いを告げる者たちへのということでもう散々は楽言うんですけどもその後二21から「しかし神よ私の死をあなたは皆のために私に御業を行ってください」「未恵みの素晴らしさのゆえに私を救い出してください」「私は苦しみそして貧しく私の心は私のうちで傷ついています」えー「神様に向くんですね目がね神様に向きます」「もう、まあ、その周りのねそいうよりも神様に向きます助けてください」 26私の神主よ私を助けてくださいあなたの恵みによって私をお救いくださいこうして彼らが知るようにしてくださいこれはあなたの見て主はあなたがそれをなされたのだと彼らは呪いますしかしあなたは祝福してくださいます彼らは立ち上がり恥をみますしかしあなたのしもべを喜びます私を告白する者たちが侮辱を被り恥を上着として身にまといますように私はこの口で大いに主に感謝し多くの人々のただ中で死を賛美します主が貧しい人の右に立ち 死を宣告する者たちから彼を救われるからです死をを宣告すするる者たちかからら彼救われでってことはこれ最後あるとねこ魂を裁く者たちっていう意味もあるんですけども彼っていうのは相手のことだよね。相手の救いも最後っちらっと祈ってるというかまあ最初憎しみとかこのねあいつらやっちゃってくださいあいつらに向いてた目が。 まその後に「ふって神様に向かいます助けてください」これ消えちゃいますで消えていって私を助けてくださいでもう一つその助ける理由はもちろん私の苦しみもあるんだけどもあなたの栄光を表してください正しいものが虐げられ何か悪いやつらが言いたい方で言ってるっていう世の中じゃなくてあなたを愛するあなたに愛されあなたを愛しているあなたを賛美する礼拝する者たちが ちゃんとこの世の中でもそれが分かるようにしてくださいっていうねそういう祈りをして最終的にそれを見てその貧しい人たち心が貧しい人たちですよ何か不安がある人たちですよ何か怒りとか持ってる人たちですよその人たちの心がその人たちがその神様を見るようにそして死を宣告する者たちまあ私に対してかもしれないけどねそういう,こう敵が敵を これれどっちでも取れるね、自分を救う彼っていうのは自分のことかもしれないけども私はこれ両方ねあの、まあ、自分のことなんでしょうけど彼っていうのはね自分を救ってくださるってこと死を宣告する者たちが救ってくださるってことなんでしょうけどもでもその神様の栄光を見て悔い改める人たち神様の方を向く人たちも現れるんじゃないかっていうことをこれ私のこのねあのもう一つのねこう解釈というより私の思い はい、ということで、今日はここまででしたけど、それではまた、ごきげんよう。というかね、これから3日間ぐらいね、山ごもりするので、もしかしたら、あの配信がないかもしれないけど、別に死んでませんから、ご心配なく、それではまた、ごきげんよう。